はい、皆さんこんにちは、ヒロです。ゆかです。皆さんこんにちは。で、本日の動画はですね、GGエンド、ポケットモンスター GG エンドっていう、うん、今じゃなかなか珍しいボックスの開封をやっていきます。2、ポケモンカードのオリパを少し買いましたんで、これを秋葉原で購入したポケカの開封をちょっとします。で、3、遊戯王の、シングルカードをちょっと購入しましたんで、これのちょっとご紹介と、4、今ちょっと、ネットで話題、ネットでぼちぼち出てきてる純金ブルーアイズの偽物についてちょっとお話しさせていただけたらと思ってます。はい、そんな感じで今回やっていきたいと思いますんで、じゃあまずは最初はジジエンドから開けていきたいと思いますんで、あ、で、僕らの動画も皆さんご存知だと思うんですけど、もうポケモンと遊戯王がごっちゃになってるんですけど、まあ、どっちも好きだよっていう人よかったら、どっちも見てもらって、片方しか知らない人はもう遊戯王の部分飛ばす、ポケモンの方飛ばすみたいな感じで見ていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ開けていきたいと思います。はい、というわけで手元アングルに切り替えましたんで、ジジエンド開けていきたいと思います。はい、よし、じゃあ早速開けていきます。はい、じゃあまず1パック目から見ていきたいと思います。はい、はい、よいしょ。うん、これはどうだどうだ、ここはレア枠ですね、まず、うん、で、ここもレアじゃないかな、これ GX ダブルレア、うん、ダブルレア で、 いいで、ここ、あ、なんか来とる、あ、クチーと GX の SR ですね。はい、まあ、レアは天下お、ダブルレアのライチュー、アローラライチュー、うん、お、いいね、うん、これでも嬉しい、うん、ダブルレアでも嬉しいね、うん、お、お、やったやったこれあと4枚、あ、やばい、3枚いる、あ、でも2デッキいるけん、もうちょっといるか、うん、最近デッキハマっとるもんね、作るの、そうそうそう、うん、本当に面白い、うん、コーチトレーナー、不安定、うん、トレーチャーネル、トルネロス、うん、コンビリー、チュータックスイッチ、おっとっとっと、あ、リセットスタンプ出ないですね、なかなか本当に出ない。はい、トレースからプラグカルガルーザの巨大な仲間とコンビリー、リセットスタンプ、お、ヒードラン GX のダブルレアということで、チャーリーのトレーナー、クロービー、おお、お、あ、ネストボール、うん、まあまあ、お、アローラライチュー、いいね、うん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 、あ、おお、危ない危ない、リセットスタンプ2枚目ゲットということで、やった。黒帯、これはダブルレアですね、ガブリアス、うん、ギアキラキラっていうダブルレアが当たりました。うん、はい、じゃあ2ボックス目。はい、じゃあ2ボックス目。よいしょ。うん。これがどうだ？ギラティナ。うんうんうん。巨大なかまど。ガルーラ。うん、まだレアっぽいね、ここ。うん、TR ってなんだろう、トレーナーズレア、あ、そうだ、ね、はい、セカンドチャレンジ、ほい、うん、この光り方はどうだろう、うん、黒帯はいっぱい来るんだけど、そうね、キラキラ、リセットスタンプなかなか来ない、おかぶりやすい、本当だ、全然来ないね、来ない、あ、びっくりした、クチートのダブルレアということでね、うん、はい、ここはどうでしょう、おっと、なんかいっぱい光ってるね、これはどうだ、
まず1個目はい、アローラライチュー、うん、お、やったリセットスタンプ、ね、やった3枚目ゲット、これ無事ゲットしました、うん、よいしょ。今回のトップレアリセットスタンプの UR なんだよね、確か。そう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 、うん、グッズのあれがトップレアってあんまりない気がする。うん、ね、え、これ一番後ろ リセって書いてない。リセさらったかな。やった。あ、ここはあ、ダブルレアか、ライチュー&アローラライチュー、いいね、うん、おフーパーとリセットスタンプで、リセットスタンプっていう、うん、これで4枚なんとかゲットすればだし、よし、やった、うん、今回の目的を果たしたぞ。はい、じゃあ見ていきましょう。ここかな、うん、ここがレアね、レアだね、うん、ここかな、ここにタッグがなんかいます。はい、じゃあ見ていきます。トイ、お、お、あれこれエチガイじゃないかな、これアローラライチューのこれエチガイですね、スペシャルアートだよね、いい SR のスペシャルアート。はい、というわけで今回大成功のボックス開封となりました。やったやった。いや普通に良かった、買って、うん、余ったボックスは皆さんもまだ買ってもいいかもしれないですね、うん、はい、じゃあ1が終わったんで、うん、次は2ですね、ポケモンのオリパの開封いきたいと思います。はい、はい、というわけで2ですね、 2はオリパの開封になります。で、これどことどこだったっけ、ホビーステーションさんと、こっちがホビーステーションさんですね、でこっちがフルコンプさん、あ、こっちがホビーステーションさん、秋葉原店ですね。こっち、え、あ、こっち、うん、あ、こっちがホビーステーションさん。白、これがホビーステーションさん秋葉原店で買った2500円のオリパです、うん。で、内容はこんな感じ。ドン。ドン。強いでしょう。そうなんですよ。それでちょっとね、あ、ただ口数が多かったんで、あんまり深追いしませんでした。とりあえず3口だけ買ってみようかなっていう感じで買ってみたのと、でこっちが、フルコンプ秋葉原店さんで買った3口ですね、うん、これも同じく2500円、うん、で、内容はこんな感じ、ドンドン、はい、という感じになってます。両方強いよね、両方強い、両方口数が多かったね、そう、口数が多かったからあんまり深追いできんなっていう、ね、感じでした、うん、でまずはこちらですね、ドンドン、この内容からトップレアを狙って開けていきたいと思います、うん、どこだったっけ、ホビーステーション、あ、ホビーステーションさんですね、はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず一口目、2500円なんでね、まああんまり大いに期待はできないです、外れがね、どんなんなんかっていう、そうそうそう、同じ値段じゃけね、2枚入りかな、2枚入りですね、です、はい、じゃあまず後ろのカードから見ていきましょうか。お、SR だ、お、 SR が入ってましたね、うん、ザマゼンタの V の SR ということで、うん、こっちも一緒に見てみましょう。 OK です、はい、一口目いいの当たりました、ザマゼンタ V ということで、うん、はい、あ、一応参考価格だけ皆さん分かるようにしておきますね、うん、はい、さっき後ろが当たりだったから こうかな、多分こうが正解かな、はい、じゃあ一口目いきます。お、これはギャギャギャって見えてるけど、これギャラドスですね、うん、はい、いつもあら、あ、ハスレ枠はギャラドスなんかな、毎回、うん、多分1000口ぐらいあったけん、1000口半分ギャラドスでしょうね、うん、大変だ、オビーパス在庫がはい、というわけでじゃあこっちが当たりだと、当たりっていうかいい方だと思いますので見ていきたいと思います。せーの、ほい、うん、あ、やった、お、これはゆうかの集めてるブイズコレクションの、まだ持ってない、持ってない、え、でも買おうとしとったよね、たもう危なかった、ね、前回買おうとしとったもんね、本当に、そう、え、やった、シャワーズの V が当たりました、え、ちょうだい、やったあ、でも飾っとくね、うん、嬉しい、これえ、これ2500円だけど、多分2500円よりは当たり前、うん、当たりだよね絶対、うん、これ今高騰してきてて9000円ぐらいしてるもんね、してるしてる、お、やったね、あ、めっちゃ嬉しい、あ、もうこれだけで十分十分プラスだね、これはもう楽しめてこれだったら十分よ、これはどうだろう、ん、なんかこれサポートっぽいね、あ、これサポートで
こっちが当たりかな、こっちかな、サポート、あ、サポートが当たりだと思うんで、こっちから見ていきましょうか、うん、アップリュー VMAX、 あ、これは多分安いね、うん、ギャラドス枠ですね、うん、はい、じゃあこれホビーステーションさんの3口目、これトレーナーだったんですよ、多分結構マリーとか入っとったっけな、うん、この辺期待できるかもしれないです、うん、いきます、せーの、はい、おお、あ、おお、あ、2500円だとちょっと、あ、でもちょっと得かな、あ、でもメロンいいですね、うん、これはちょっと微妙なところでしたが、うん、いいカード当たりました、ちょっとシャワーズの後だとね、なんか反応が、うん、あ、でも、あ、まあまあまあ、つなぎで買ったぐらいにしてはこれすごく良かったんではないでしょうか、うん、はい、めっちゃいい引きだ、うん、ね、いや、ホビーステーションさんすごく好感だ、ホビーステーションさんすごくいいと思います、うん、皆さんもぜひ秋葉原やったらやってみていただけたらと思います、やった、そしたらこっちですね、うん、本領、こっちは口数がすごかったです、正直、ね、多分1500口以上ありました、うん、持ってなかったもんね、うん、すごかった、うん、もう一つの列にこうやって5個10個ぐらい重なったのがもうすごい列ありました、うん、なのでちょっと深追いしなかったです、もうちょっと遊び感覚で3つだけっていう感じで買ってみたんで、うん、どっちが強いかみたいなね、そう、うん、フルコンプさん対、ホビーステーションさんということでちょっと対決にしましょうか、はい、あ、これ結構いっぱい入ってるね、うん、手前に3、後ろに2、うん、この風には多分真ん中のここじゃないかな、うん、これ多分ノーマルだよね、あ、これノーマルですね、うん、ここで、うん、でこっちに3枚入ってるんで3分割当たり的な、これ多分ここ正直これ多分違うと思う、あっ、ああ、そうだね、これレアで、うん、これレアで、これも違うんじゃないか、ああ、そうだね、そうね、そうそう、でこれですね、じゃあ多分一つだけ真ん中に入ってたんで多分これかな、じゃあ早速これを見ていきたいと思います、一口目、せーの、はい、おおおおおまたサナちょっと言葉を失っちゃいましたね、本当にサナと縁がありすぎる、ね、いや、ちょっとマジ、うん、え、あ、でもサナ、ちょっとすごマジ、いや、すごいね、これすごいけどまたサナ引いたすごいけどさこれ、え、でも2500円だったらこれサナ大当たりじゃないかな、そうね、そう、ただこれ今回すごいいっぱいあったよね、リーリエとか持ったけんさ、まあよくたけちゃいけんけど、たけちゃいたくない、でもこれはこれフルコンプさんか、あ、これ正直フルコンプさん軍配上がるねもうこの時点で、そうね、うわ、すごっ、ちょっとさ、僕サナと相当ゆかりがあります、あるね、うん、今までの動画見ていただいてる方なら分かると思うけど、うん、もうサナしか引かないはい、じゃあちょっと二口目いきたいと思います、びっくりした、これさっきと一緒かな、これ後ろに、あ、そうだね、ノーマルがいて、でここもノーマルで、でここがノー、あれ、ノーマル、さっきレアだったんだけど、あれ、ノーマルだ、あれ、めっちゃヤナップ、うん、めっちゃヤナップってことはこれもヤナップのノーマルということでいきます、せーの、はい、おー、うん、これはなんだろう、バンギラス GXの SR ですね、うん、え、でもこのポケモンすごくかっこいい、うん、うん、あ、全然全然オッケー、ちょっと2500円にしちゃ分からないんですけど、うん、あ、もうサナ取れてるんでもう全然言うことなしですよ、まあね、なんでここも本を外れだとしてももう全然言うことなしですね、うん、はい、じゃあ3口目開けていきたいと思います、なんだと思う、ちょっと予想しようやDDC とカンタじゃあ2人ともリーリエ予想ということで3口で引いたらやばいね3口で引いたらやばいね、いきます、じゃあ3口目、せーの、はい、お、あ、あれ、あれ、これいいんじゃない、いいの、ちょっとこれ分からん、わ、分からんけど俺も、うん、あのほらカード仲間が使っとって効果はすごく良くて、あ、そうね、うん、そうね、でこれ SR の霞の願いじゃもんね、うん、ちょっとごめんなさい、今すぐ分かんないですけど、あ、全然嬉しいです、うん、あれ、これ当たりじゃないかな、これ当たりなのかな、レ、うん、パートリーに取ったか分からんけど、うん、
はい、じゃあちょっと金額勝負でフルコンプさん対、うん、ホビーステーションさんなんですけど、うん、まあおそらくこっちです ね、まあ多分ね、うん、フルコンプさんにこれは勝敗上がるでしょう僕の引き運でちょっとあ、多分どっちも強いと思いますこれ正直、はい、うん、まあ、というわけで今回オリパまた楽しめて開封できましたんで楽しかったです、ね、両方勝ったね両方勝ち、ね、両方勝ちということで、うん、よかった、はい、うん、よかったです。じゃあ2が終わったんで次は 3でいきます。はい、というわけで 3というのが、僕が、秋葉原回ってた時に、寄らせていただいたお店でシングルで1枚だけ買ったカードがあるんですけど、ふくふくトレカさんの秋葉原店ですね。でここのお店すごくて、まあ、皆さんもご存知かもしれないんですけど、とにかく僕の大好きな Q カードがたくさん置いてあって、うん、でお値打ち品が多いんです。とにかく、うん、これ置いてあったんですけど、はい、もう言わずと知れた、ブルーアイズホワイトドラゴンの初期スターターボックスに入ってる完全初期版のブルーアイズホワイトドラゴンですね、うん、これですね、わかりますかね、めっちゃくちゃ綺麗なんですよ、うん、状態いいね。そう、ちょっと UV カットスリーブから若干出しますね。枠キラもほとんどないし、そう、枠キラがすごい少なくて、うん、20年前の当時のカードでわかりますかね、傷がないんですよほとんど、わかります。そう、めっちゃくちゃ綺麗で、じゃあ背面の白掛けがあるかって言ったら実は掛けもそんなになくて、うん、そんなにっていうかないですね掛け、うん、そうなんですよ。こんな感じで掛けなしのこのブルーアイズホワイトドラゴンの初期、ちなみにこれ皆さんいくらだと思いますか、この備品で、うん、これびっくりしました正直値段、まあ、もちろん完備品ではないんで僕が持ってる完備品何十万もかけて探したのとはもちろん金額は全然違うんですけども、ただこのレベルで、うん、その金額って思うレベルです、うん、相当びっくりしました。これですね、購入した時のスリーブがあるんですけどこれに入ってました、11,111円です、うん、やばくないですか、安すぎます正直、これ11,111円で販売していいのかと思いました、うん、正直めちゃくちゃ綺麗です。びっくりしたね、うん、これはもうこの値段では買えないですね、うん、あと20年前のカードなんで大事にしないとね、うんうん、これは正直秋葉原で今回1のお土産になりましたいやなので皆さんもこうやって回ったらすごいいいカードと巡り合えるチャンスってあると思います、うん、もう他にも買いたいカードいっぱいありました。もうすごいそれぐらいいいお店さんだったんで、うん、ふくふくトレカさん、うん、はい、ここもぜひおすすめのお店の一つです。はい、そんな感じでまあ3はすぐ終わっちゃったんですけど、はい、じゃあ最後皆さんお楽しみの4ですね、はい、純金ブルーアイズについてお話しさせていただきたいと思います、うん、はい、というわけで4つ目のお話になるんですけど、まあ純金ブルーアイズの偽物についてですね、冒頭でお話した通り、うん、今話題のその前にこれ何買ってくれた今日これリュックになってるトコがですね、うん、めっちゃ可愛い可愛い、これ見てください、ね、これどんぐりのこのこれ5、6000円ぐらいしたね、うん、これなんか開けたらほらなんか入るようになってて、ちょっとお気に入りのデッキを入れようかと、これのデッキ、アイランやめて可愛い、はいあ、それはいいんですけど、で、そうそう、で、純金ブルーアイズですね、うん、で、そう、まあ、実際僕も純金ブルーアイズ、持ってて、で、今回ちょっと行った目的っていうのが純金ブルーアイズのそもそも購入をしに行ってきたんですよ、ちょっと次の動画とかで、まあ、紹介させてもらえたらなと思ってるんですけど、で、それと同時にちょっと僕のカード仲間が純金ブルーアイズの偽物をちょっと買ってたんですね、うんうん、で一体それがどのぐらいじゃあ実際本物と違うのかっていうのを紹介があまりないのかな、ネットでも情報がやっぱ出回ってなくて、まあ、これちょっとそもそも純金ブルーアイズとの比較っていうのは難しいから持ってる人も少なくて、
たまたま僕がちょっと持ってるということなんで、まあ、皆さんと偽物と本物の違いっていうのを、うん、あの近日中にちょっともし動画開けれたらなというふうに思ってます。借りてね、ちょっとね、うん、ちょっとまだ借りれるかわからないけど、まあ、ちょっとお借りして、実際の違いというかで注意喚起として皆さんに実際どう違うのかっていうのを見てもらって、うん、間違っても偽物を買ったりとかしないようにさせてもらえたらと、うん、はい、思ってますんで、まず今のうちにチャンネル登録してその動画も楽しみにお待ちいただけたらと、うん、はい、思っております。まあ、今回ちょっとこちらで動画の方終わりたいと思います。はい、また次回お楽しみに。またね。